味噌ラーメンミノルプレゼンツ実力伯仲のコーナーでございます。はい、はい、今回ねゲストに来てもらったのは、ロックバンドアクシデンタリーエンカウンターのボーカルのエリコさんです。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは頭のてっぺん見えてんで、だいぶちょっと不利になっちゃってはい、ね、忙しいさなか昨日もライブだったんですけれども、来ていただきました。はい、ありがとうございます。腹ペコです。腹ペコですか。ラーメン好きですか。大好きです。やったね。はい、で、今日頼んでもらったのが、味噌ラーメンね、シンプルの味噌ラーメン、味玉がついてるやつですね。はい、じゃあ早速、ごめんなさい、そこのお箸を取っていただいて、はい、普通に召し上がっちゃってください。麺がすすれないんですそう、たまにいる、大丈夫。いただきます。はい、召し上がれ。あ、チーですよね。で、最近のツアーで札幌に行くことがよくあって、うん、はいはいはい、ここでよく食べるんですけど、うん、いただきます。はい、うん、おいしい。うん、あ、札幌にいるみたいちょっと麺がすすれないところは恥ずかしいな見られるのえ、女の人って結構すすれない人いますよ。うん、おいしい。お、うん、ありがとうございます。もちもち、もちもちだね。あっちおいしい、うん、あ、札幌にいるみたい。お、うん、おいしい。てか、味噌ラーメンって普段食べないんでしょ。うん、あ、そうなの。うん、美味しくなくて。あれ？もうね、うん、あれじゃない、醤油とか。そうそうそう、いつも塩ラーメンが好きなんですけど。あ、そうなんだ、うん、ここのは私すごい好きかも。お、素晴らしい麺をそそった時にピチャってなるじゃないですか。お、お、麺が、あ、跳ねる、うん、あれが怖くて、リピートすごい。大丈夫です、この場ではもう好きに、好きな食べ方で食べてもらって、うん、で、それがこうめっちゃ美味しい、世界中に流れると。うんなんか、なんだろうかね、いつもなんか、味噌ラーメン食べてもいつもパッとしなかったんですよねたまたま、うん、いいのに巡り合ってな、うん、めっちゃ美味しい、うん、なんか食べてるところって恥ずかしいですねそうなんですよね、うん、うんうんうん、チャーシューどうですか。めっちゃうまい。お、やったよ。辛い子。あ、そうだ、辛いものも結構好きなんだよね、うん、今日は、辛くない普通の味噌ラーメンを頼んでもらってますけれども、うん、辛いのもありますので。超激辛。超激辛とかね、なんかまだちょっとここに唐辛子の余韻が残ってます。そうそうそう、店ここで、ね、誰か一番激辛食べてらっしゃったまあ撮影はお店の、ね、2階で、撮ってるんですけども、ちょっとね、1階で地獄とか閻魔とか激辛のさらに上の一番辛いやつとかが、うん、の注文が入るとここまで唐辛子の匂いがするという、うん、えらいことになっております。すごい麺、これ麺ムチムチ、ムチムチだよ。うん、うん、うまい美味しい。
どうしました？七味入れようかな。ああ、辛くしてみる。うん、今日はほどほどにしとく。いつもかけすぎちゃうから。いや、相当かけてるよ。いや、普段だったら多分私ここ上取っちゃうんじゃね。ああ、はいはいはい、控えめに。控えめに、控えめにしました。じゃあ、行ってらっしゃいます。行ってきます。うん、いい感じ。うん、うん。さあ、動画が切れてる間にですね、唐辛子がさらに追加されてしまいました。見られてない隙にすごいキャップ取っていっちゃった。だんだんスープが赤くなってきた。結構ね、辛いの頼む人がいたんだけど、あの、自分で辛くするっていうのは結構番組的に初かもしれない。なんか初めて行くと、うん、やっぱとりあえずそのお店の一番おしんを食べるんだよね、スタンダード的に。うん、うん、汗かいてきちゃった。今度札幌行ったら教えてあげよう。東京行った時ここ来てねって。あ、それはぜひぜひお願いしたいです。うん、はい、じゃあ今日ですね、来ていただいたえりこさんね、ちょうど食べ終わったところなので、完食しました。コメントをいただきたいと思います。苦しいです。お腹いっぱいですか？感無量です。感無量です。ごちそうさまでした。はい。大変美味しくいただきまして。はい。幸せいっぱいです。お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。夢もいっぱい。お腹いっぱい。幸せいっぱい。幸せいっぱい。はい。はい、ありがとうございました。はい。うん。はい、じゃあですね、なんかさっき、カメラに撮れてたかどうかわかんないんですけども、辛いのも好きだということなので、はい、またね、エンマ食べたいです。そうそうそう、来ていただく機会があれば、辛いのに挑戦していただきたいと思います。はい、そんなわけで今日のゲスト、えりこさんでした。ありがとうございました。はい、今日ですね、ゲストに来ていただいたえりこさんから、バンドとソロのですね、両方のお知らせがあるということですので、はい、伺っていきたいと思います。あ、はい。ちょっと消えちゃってる。ほら、消えた言うたやんか。バンドの方ですね、はい、ちょっと見にくいですけど、10月29日の日曜日に、はい、愛知県名古屋にある今池の、うん、3会場ぐらいでサーキットイベントですね。あ、はい、はい、ガールズです。ガールズ。ここガールズです。ガーが消えちゃいましたけど、ガールズです。ルズストライクみたいな。うん、後で字幕で出しておきます。ガールズストライク2017年、出演します。はい、あとですね、今まだ今度私のピアノでの弾き語り、10月6日に CD を発売することになりまして、はい、はい、それに伴いまして 10月6日金曜日に大塚ウェルカムバックでワンマンライブをやります。だよこれ、グランドピアノです。グランドピアノですね。グランドピアノです。この日はあれですか、結構 、はい、いっぱい曲やっちゃう感じですか。そうですね、でもまだ弾き語りでソロ、オリジナルがまだ少ないし、うん、なんでちょっとカバーなんかもいろいろ交えながら、はい、たくさん、お届けして、暗くて暗いライブをお届けしました。なるほど。あと、名古屋のね、10月の8日日曜日に、上前津ですね、上前津の方でですね、うん、ミュージックバーボブというところで、うん、こちらもまたワンマンライブをやります。はい、ちょっとこれ以外にもツアーがいっぱい決まってるんですけど、はい、それはネットで確認してください。はい、続きはウェブでということで。はい、続きはウェブで、はい、こちらまでって感じですかね。はい、そうですね。そう、その辺にね、こう出してくれて。
はい。で、はい、音源がリリースされているということで、そっちの話も行ってみましょう。バンドの方から、2018年、今2017年。あ、嘘つきました。15年でした。うん、ですね。2015年、2年前かな。2年前に発売したこの「アンリトゥン」究極入りのアルバムになっております。はい。じゃあ、一応ネット上でも、1曲から購入することができるので、うん、デジタル配信もやっていると。はい。はい、配信も始まっておりますので、はい、ぜひチェックしてください。はい。これが、薬師丸ひろ監督のアルバムの「アンリトゥン」でした。アンリトゥン、かっこいいです。かっこいいです。過去の中に何も書いてないからアンリトゥンだよ。そうです。この過去はあなたの言葉で埋めてください、ね、みたいな。あなた色に染めてあげる。意外とベタなこと言うと、去年出した私の弾き語りのわけで、このバンドの曲をちょっと弾き語りでアレンジした、はい、はい、こっちの、ね、アンプラグドシャープ1という新曲入りですね。はい。私の初めての人生初のソロのオリジナルで強がりという、曲入りのシングルも会場で販売します。なのでライブに来てください。はい、ライブ会場での購入ということですね、はい、よろしくお願いします。はい、その他、まあ、SNS なんかでも発信をしていると思いますので、はい、豆ではないんですけどもマメな子じゃないので、はい、なんですけど頑張りますので、はい、します。じゃあ、英語さんに関する情報と、まあ、アクシデタリンカウンターに関する情報は、ウェブでウェブや SNS で、こちらまで、はい、確認していただくということで、はい、本日のゲスト、エリコさんでした。ありがとうございました。